い、皆さんこんにちは。 MSTB チャレンジ女子アナ2期生小鳥ちゃんこと高梨レイラです。はい、本日のゲストは、はい、ビーズガレージ管理人の湯浅と申します。はい、よろしくお願いします。はい、本日はですね、湯浅さんにレンタルガレージをちょっと見せていただこうかなと、さっきからチラチラっとということで、ね、はい、見てもらってもいいですか。いいですよ。はい、うん、じゃあ早速、うん、行ってみたいと思います。どっから行きましょうか。どっから、じゃあここもすでにレンタルガレージ、もうこの休憩スペースね、うん、まあ各市の大体最新刊定期購読で撮ってるんで、はい、キリンちょっと歯抜けですけどね、まあ、ロードライダー、クラブハーレー、から元メンテナンス、うん、からなんだい、バイク人、元ナビ、そういったところと、あとはムック本で、この辺のね、ファンブックとか、うんうんうん、結構ね、これも本屋さんで見かけて欲しいけどなかなかいい値段するなっていうところは大体抑えて。おー、じゃあバイク好きの人が、うん、なんだ、うん、バイク、ね、その積みプラはね、すいません、僕のなんでそれはちょっとスルーしてて、そこは、だって小道具的に個人的なあとはこの辺の、そう、私ここちょっと気になるんですよね。一応ね、バイクの漫画に限定してるつもりなんですよ。まあ、DVD とかね、ちょっといただき物 もあるんですけど、はい、でまあ、有名どころでやっぱ爆音、今だとトップ GP、 最近のですよね、うん、だからジャジャ、うんうんうん、それからなんだい、まあデコボコとかツイン、まあちょっと古いところやっぱバリデンね、うん、バリデン全巻、あ、うん、昭和爆、ここに来るってね、ちょっと私読みに来ちゃおうかな、ここ近いし結構ね、最新刊やっぱ買い漏れというか、うんうんうん、ね、本屋さん、あ、中野に今行かないんで、うんうん、ここ来ると全部あるよと。いいですね。あとこういうちょっと面倒くさい方ね休憩スペースでやらば30分行っちゃうじゃないかな。ガレージの紹介に行ってみたいと思います。入り口出入りはね、指紋認証、お、うん、鍵なくさないように、ね、はい、指で、あ、うん、そういうことなんですね。これで入れるんで、うんうん、だから簡単にね、出入りできるように、はい、でまあ、シャッターを開けて入ってくるともう一個指紋認証、はい、まあ、ここで、ここから先のオートバイ置き場の出入り、うん、それとこのロッカー、ロッカー利用者の、うん、仕事サボってね、スーツで来てここでバイクを着てあ とご家族に内緒でね、うん、実はバイク買ったんだけど家に言えなくて、ヘルメットからウェアから全部ここにしまってるって人、いいですね、うん、郵便とか絶対送らないでねって言われてる、お客さんも言いたりいなかったりするんで、うん、それはそういうで、着替えたらここで全身チェックして出かけられると、おー、いいですねと、まあ、置き場所の前にね、はい、このピット、もうすごい充実してます。外にね、洗う場所もあるんですよ、だ、うん、洗車場あって、洗ってここで拭き上げて、まあ、いわゆるチェーンシコっていうか、チェーンをシコシコ磨いたりとか、うん、もう簡単な整備だったらここでできるんで、うん、工具もね、なんかいろいろ用意されてますね、うん、買って帰ってもらってもいいですし、うん、ここにもう散布じゃないんですけど、ご自由にお使いくださいで、お、もうこういうマルチクリーナーとかね、バリアスコート、シェイクワックス、メンテルーブ、ほら大好きでしょ、このファクトリーあるでしょ、ビシエイト、パーツクリーナー、パーツクリーナーとかジャージャー使いたい、パークリジャージャー使いたいでしょ、パークリ好きでしょ、もうこの辺はね、お客さん持ち込みで、うん、パーツクリーナーさ、うん、ジャージャー吹き出すのさ、夢なんだよね。ところが今ね、うん、ね、このパーツディグリーザー、うん、これ、これおすすめ。なんか和光図なんか回し物みたいな。なんか和光図紹介入ってますよ。これね、キリがないじゃないですか。うん、これ水溶性の油汚れ落とすやつ。すげえいいですよ。詳しいな。これはね、いい。こういうのも使っ、こういうのもあり。全然あり。もう、だってこれほら。ね、ヒューズとかも全部こういう大事なやつとかも用意されてるんですね、すごい ね、あとね、じゃあ一番はこれ、お、よし、使い放題なんですか、使い放題、おお、これバイク屋さんで憧れた人いっぱいいると思うよ、いないかな、なんかあれだね、俺レンタルガレージ借りてなくても箱根帰りに寄って整備していきたいね、いや、だってこれ会員さん限定のそうそうそうコミコミプランですよね、そうそうそうあとこういう工具ね、はい、工具関係ね、うん、これも、まあ、持って帰らなければこの中で使う分には持って帰っちゃう人いるんですか、 OK ですね、はい、幸いいないっす
今まで。工具揃えてるじゃないですか。それもだってほら、マクツール、うん、これね、うちはちょっとこのバックボーンというか、うん、あのイーグルネストっていうね、マック屋さんがあのお客さんでいるんで、回しもんちょっと回してる。だってほら、もう明らかにこれ回してるでしょ。本当だ。これ小物、さっきの冷蔵庫といい。でこれが区画ね。はい。あのいわゆる置き場所。はい。ちょっとまあ一例でこのうちの従業員。うんうん。まあこういうパニア付きのバイクを置いたり、うんうん、まあ2台置いてみたり。あ、結構一区画広いんですね。でほらああいうね、あの夏タイヤ置いてたりとか。絶対に置きたいです、ね。あの確かに家に夏タイヤ置くのってね。パニアケース。そう。ヘルメット4個ぐらい。そう。ね。でさらに。ウェアとこまで見ないと。これもうね、あのね、一応監視カメラがあるんで、カメラのあの阻害にならなければ、別に自由に吊るしていいですよと。カメラに隠して、カメラに見えなくなったらね。そう。これもね、自転車は別にいいんですよ。置いてもらっても。その区画内であればっていう、うん、宙に浮いてるけど。ヘルメットとかもね、置きたければ棚も。え、棚自分で作っちゃうのありなんですか。うちで。ああ。作っちゃう人いないの棚とか。さすがにいないと一応ね付けたいっていう話があったんで、じゃあいい棚付けますよ。おお。うん。でもフレキシブルに対応するんで。すごい。プロですからね。じゃあ2階の方もはい、はい、お願いします。はい。あら、早速目の前に。シビ100がドーンといきなりなんですかこれ。これ100ね。これお客さん、これ僕のあらもう自分のばっかり置いてやら、ここ区画できないからね、うん、あ、ここ区画じゃない、区画じゃない、え、お客さんに怒られない、なんで通り道をこうやって邪魔邪魔みたいな。いやいや、こんだけやれば通り道でしょ。違う、そんなにデブいないから、絶対にお客さんに見せたいんだってこれ。ほら俺のバイク、お、これあれですね、特定少数だから大丈夫です。2階から1階に、うん、はい、これに乗せて、これで下ろしてもらうと、うんうん、下に。これ人間乗っちゃいけないやつなんで、こう閉めても、うん、あの中から操作できないって、はい、下ろしちゃう、下ろされてもこれで番組終わっちゃうんで。ボールキングでも乗せられる、うん、一応ね、お、500キロって書いてありますね。おお、いいでしょ、この取っ手がグリップっていう。本当だ、こだわり感じます。こだわりじゃない、趣味っていうのはこういうの。違うの、そこ利益度外視で趣味っていうのはこういうの。わけのわかんないところにね、このものを使って握りたくなるね、ついつい。これ、開いてないんですか、レンタルゴリ。一緒にうち開いてるんですよ。お、あ、あそこと奇跡的に、奇跡的に、どういう年末ね、あの引っ越しと売却で、え、すごい最近、直近ですね。たまたま開いたの。たまたま開いたの。でね、ほんとうちここ15年目なんですけど、はい、今まで、ね、半年待ちとか2年待ちとか、一番長い人4年待ち。その間うちに入るまでの間コンテナに入ってた。もうそこでいいじゃねえかっていう。だけどやっぱりここ開きましたよって言ったらコンテナ解約してこっちに。整備とかできますしね、ここは、うん、でもコンテナでもね、なんかあれですね、そんなタイミングに取材に来ちゃった。本当にもう呼んでたかのような。宣伝ちょうどね、これ見て、開いてますよ、2企画。開いてるね、開いた。今ちょっとカゴが、カゴが、あの、出やすい、カゴは黄色の線路、意外に2企画開いたんです。開いた、これは、開いたっす、今、入る時ですね、入る時ですね。だいたい、うん、あれですか、いくらぐらいですか。ここでね、気になります、うん、月決めで18,000円。18,000円、うん、で、まあ、休憩所も自由 で、ね、ピットも自由、ピット自由、ピット自由、あれ結構でかいですね。メンテナンスするところが一緒にあったら、うん、あの単なる置き場ではなくてね、うん、である程度ケミカル使っていいんでしょ。いや、ある程度とか全開で OK。 俺だったら月18,000円分のケミカル使ありえない。丸山さんがね、多分貸さないとか。ありえねえ、商売しちゃうからね、俺ね。そうで、あと区画にね、ああいうコンセントとね、あ、コンセント、それ大事、うん、エアも使えるでしょ、うん、で洗車場もあるでしょ、うん、だから洗って、うん、外で洗って、うん、で中持ってきて、でケミカル使ってお掃除して、でこれ持ってきて保管しておくと。うん、うん、ちょっとさ、俺が気になったのさ、これね、一応ナンバーとか全部映るようにしてるけど、直しろって大きい、あ、あれあれ、ちょっと今のはちょっと若干モザイク入れるけど、
ちゃ沖縄なんで沖縄なの。もともとね、実家が横浜の人で、うん、沖縄に転勤になっちゃった、うん、で沖縄でも乗るし、うん、こっちでも乗るしっていうお客さんがいて、で沖縄にも何台かね、もう持ってってんですよ。こっちにも何台か残って、使い方ね、そう、そういう使い方ね。で帰ってきて、飛行機で帰ってきて、うん、ここまで来て、うん、ここでバイク乗って遊びに行ったり、うん、そうね、そう。ここさ、場所で言うと、うん、東名横浜松田で降りて5分、そうっすね、10分ぐらい、うん、分ぐらい、横浜松田インター降りてちょっと北上したあたり、うんうん、その辺に場所はね、しっかりは言えないんだけど、うん、箱根行くのにいいもん、ちょうどいい場所ですね。都内だと通り道ですよね、うん、案外休憩スポットとして、うん、いいかな。休憩だけ来る、休憩いるの、いるの、あそこで漫画読んだり雑誌読んだりですか。来たの、俺なんか、俺らも我々も取材帰りに来そうな感じがする、これから、うん、あ、じゃあ一泊借りとけます、とりあえず。あれ、来たのよ。借りてるだけでバイク置かなくて、うん、で乗ってくるんだけど、うん、ここで本当に休憩して本読んで、うん、お茶飲んで、うん、そのバイク持って帰っちゃうのね、うん、あ、置くことがない。どうしてんのって聞いたら、いや、家の近くにコンテナ借りてるんで帰れ、いいじゃんそこにって思うんだけど、ここは休憩、ここで休憩したい。あ、いろんな人いるんですよ、まあ、そういうバイク好きの人が立ち寄りたくなるような休憩スペースだと思います。あ、はい、さあ、いきなりね、はい、このレンタルガレージのね、まるで CM みたいになっちゃってるけど、うん、これ、このシリーズはね、小鳥ちゃんのこれから、はい、買うバイクに対して、うん、どうやってね、駐車場を確保しようかって、うん、これでもどうですか、レンタルガレージって。いや、本当いいと思います。ただ私まだそんなメンテとかそういうハードル高いことは自分じゃできないですけど、でもやっぱり外を置いとくと、さっきちょっと聞いたんですけど、まあ雨風、紫外線、いろいろあるじゃないですか。で、ちょっとバイクが汚くなったり劣化してったりとかしちゃうので、そういう意味でもやっぱりこういうとこ入れとくのいいなって。で、防犯上も安心っていう。ただちょっとお高いかな、私にはね。まだそのバイクさえも頑張ってお金貯めて今買ってるような状態なので。でも俺ね、どっかなんだろうな、駐車場借りて盗難保険だ、うん、その盗難保険プラスチェーンだ、ロックだ、うん、ガチガチやってると、なんか月1万8000分ぐらい使っちゃいそうな気がするね。確かに。うん、とあとやっぱそのいかに気軽に乗るかっていうところで、あ、うん、まあ、難しい選択肢だけど、うん、まあ、我々の時代、バイクをね、好きで、乗って高級なバイク、うん、遊びバイク、うん、3台も4台もってなってくるとこういうレンタルガレージもね、うん、欲しくなってくる。あのね、こういう我々の考えがね、はい、各自全員がやり始めちゃうっていうのもありえるよね、はい、自分たち夢だもんね、うん、あのメンテができるスペースありのガレージってね、うん、だこういうね、ちょっとやりかけ感で置いとくって、なかなか道端じゃできない。家じゃちょっと、ね、スペースあっても実家じゃ難しいよね。これ、ね、これ見たことあるもん。でしょ。商売しないで自分の置いてちゃダメでしょ。一口使ってますもん。ちゃんとね、あの一時満車だ、満車、本当にもう満車で自分のも置けなくなっちゃった時用に、うん、自分でコンテナ近くに借りてる。あれ、あ、はい、お客さん、今3区画空いてますから。ここもここも空きます。ぜひ、あの、入ってきてくださいね。コンテナに置けと、お前は。はい。飛んでビルを。以上。今日はですね、ビーズガレージさん、レンタルガレージにお邪魔して、はい、まあ、レンタルガレージのね、うん、使い勝手、はい、そんなものをね、びっくりしました。いただいて、ちょっとね、バイク乗りにとってはいいですね、はい、うん、そうですね、はい、あ、ちょ、ここ気になったって人はホームページ見ればいいんですか。うん、うん、なんて、あの、なんだろう、ビーズガレージで、ビーズガレージで検索してもいいし、うん、あの、後でどっか下の方にURL 入れてもらえば。では問い合わせしたらちょっと場所詳細とかその辺、うん、はい、はい、じゃあ、じゃあ、はい、気になった方はこちら、はい、こちら見てみてください。こちらね。はい、じゃあ今回は、小鳥ちゃんの、駐車場のお悩みシリーズでしたが、まあ、今回はレンタルガレージを、見せていただきました。はい、ありがとうございます、はい、それでは皆さん、さよなら。